おはようございます。ベイクルーズの YouTube チャンネルです。いつもありがとうございます。今日はですね、外に出てみたらものすごい冷え込んできてまして、この間もすっごい暑いって言って何着たらいいかわからないっていう出社服を取ったばっかりなんですけど、なんかいきなりすっごく肌寒くなってきたんですよ。なので、これは早速気温の変化ということで、出社服を取ることにしました。今日も頑張って、以前好評だった男子も捕まえられたらなと思っておりますので、何人捕まえられるかちょっと頑張ってみようと思います。こちらの動画ぜひ最後までご視聴ください。気に入っていただけましたら高評価ボタン、ぜひ登録もよろしくお願いします。桜子さんあれ、今出勤ですか？出勤です。ああ、今から出勤します。ちょうどいいですね。今ね、必勝服取ってるんでいいですかね、ちょっとだけお時間間に合います？はい、全然間に合います。じゃあお店の中行っちゃいましょう。はい、やったーはい、捕まえることができました。シティショップの桜子さんです。はい、桜子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お店に来る洋服なのかなと思いつつ、はい、割と自由そうですね。出社するときはシティショップの服とか好きなブランドとかヴィンテージとかを混ぜて着てることが多いです。缶バッジ私も買いました。はい、はい、ジェニーさんにおすすめさせていただきました。えげつない存在感。はい、デカデカ缶バッジです。でも他のアイテムも負けていない。はい。今日一番のポイントは？一番のポイントはやっと寒くなったので、ちょっとシティショップで今季買ったスウェットパンツを絶対に履きたかったので、モードな感じになるようにスタイリングしました。この秋冬、はい、絶対着たいアイテム。個人的にもシティショップとしてもフリンジとかのアイテムはやっぱり気になって、さすがですねはい、今日絶対着るぞと思ってた。これはヴィンテージのものなんですけど、フリンジのキャミドレスですねは気になってたりとか、お店でもちょこちょこフリンジのアイテムはあったりとかします。フリンジが狙い目ですね。はい、フリンジおすすめです。今日はお時間ありがとうございます。はい、ありがとうございます。園畑さん、おー、園畑さん、おはようございます。ジェニーさん最初に行ったとこそうそう悪いんですけど、出社服を私今調べておりまして、いいですか、ちょっとだけ。ありがとうございます。いいんですか、私こちらへどうぞ。家なの園畑さんです。はい、園畑です。急に寒くなったじゃないですか。そうですね。さすがだな、ジャケット着てるなと思ったんです。ジャケットでいいんだよね。そうですね。ジャケットコートみたいなアイテムで、まあ要はジャケットでもコートでもどっちとしても使えるようなもの。最近暖冬だったりとかするじゃないですか。そうなんですよ。まだ着れないんですよ。そう。なんかもっこもこのアウターはあんまりいらないなみたいな方も多いし、私もそうだったので、そういうのが着たいなと思って選んだアイテムです。ちなみに皆さんに聞いてるんですけど、はい、この秋冬絶対着てみたいアイテムは？でもこれかも。ツイードのそのクラシックなもの、綺麗な他にもツイードのアイテムたくさんあるんですけど、私はこういうフォルムが効いたものがちょっと着てみたかったので、これはちょっとスタイリストの辻直子さんとイエナの一緒に企画したスペシャルアイテムで私もちょっと参加してデザインしたものなので、まさに着たかったものです。ごめんね、じゃあ今から会社で仕事ですね。そうですね。ぜひ頑張ってきてください。ありがとうございます。行ってきます。行くな学校で全然分かんなかったです。お疲れ様です。なるほどね。こっちから明るい。見えない。いいですね。いいですか。いけますか。出社服ちょっと取らせてもらってもいいですか。はい。もちろん私でよければ。もちろん。はい。じゃあ快諾ということでよろしくお願いします。お願いします。ジャーナルスタンダード村上さんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。村上です。今日初のブラウンコーデを見てる気がします。そう、今シーズンだってグレー推しですもんね。そうなの。そうですね、結構グレー言う人いて、うん、確かに承知の上でブラウンを承知の上であえてのねはい、この秋冬着たいアイテム何ですか？秋冬着たいアイテム、うん、つけたい小物でもいいですか？あ、もちろん。レッグウォーマー、このぐらいの、うん、靴下、欲しいなって思って。それちょっと待ってくださいね。私高校の時ぐらいルーズソックスが流行ったんですけど、それ嘘のクシュクシュしないバージョンでロングブーツとショートパンツで合わせたいです。なるほどね。それ普通に手に入る？そのアイテム私まだ見たことない。めっちゃ探してて、知ってる方いたら教えてください。逆に求む。どこで売ってるんですか？初めての公募するスタイル、はい、よろしくお願いしますお願いしますまあでもそんなこと言いつつジャーナルスタンダードの YouTube ね編集するんで、はい、先のもの見てるじゃないですか。はい、見ております。でもその中でもないのにってそれで言うと本当にこういうのかも、もうゲットしちゃいましたけど、うん、スケスケのニットなんかシースルーのカットソーは結構出てて、はいはい、シアーティーみたいな、うん、のはあったんですけど、冬もシアーニットのこういうのが結構出てて、なんでこれは着たい。今ぐらいでちょうどぴったり。今日もお仕事頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。私主役をここで見張らせてもらってまして。すいませんけど、皆さんの主役ちょっと取らさせてもらっていいですか。はい、はい、じゃあすいません、お願いします。はい。改めてブランドとお名前だけいただけたら嬉しいです。ルドームのプロダクトの谷口です。ユーバイスピック&スパンの加藤です。ユーバイスピック&スパンの安岡です。この秋冬絶対着たいアイテム何ですか？私はちょっとラメが入ったようなシアーのスカートとかビジューのついたバレーシューズとかはちょっと買ったんです。光り物多いよね。はい、確かにね。秋冬普段カジュアルなのでそこをちょっとミックスさせていきたいなと。安岡さんはね、普段からもうメンズライトなんですよ。結構意外とね、メンズブランドも着たりしますよね。秋冬に向かって私はミニ丈を切りたいと思ってます。今日も着てますけどアウターにミニとかも可愛いなって思って、ミニ丈をバンバン秋冬寒くなっていっても着たいなって思ってます。谷口さんはなんかシャツが多いイメージではありますね。シャツ好きです。古着が好きなんで、古着となんか会社のアイテムなとかちょっと綺麗めなものを合わせることが多い。香りの感じだったりとか、やっぱ足元もちょっと綺麗めのスニーカーだったりするので、さすが大人な感じがするのですごいいいと思います。本当に分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。今ちょうど撮影してたでしょ。見てたんで。一旦休憩。はいはい。休憩ついでにちょっと違うやってみようか。こっちの方に来てもらいましたが、ブランドとお名前お願いします。ベースストックの代官山店に所属しております小澤真由と申します。お願いします。ベースストック本社所属の藤代です。お願いします。今日のポイントを一人ずつぜひ教えてください。ポイントがちょっとずつ気候が秋に入ってきて涼しくなってきたので、夏にできなかったレイヤードを意識してちょっと3枚重ねております。ちょっとこれラインパンツでちょっとポイントにしております。そうだけどヒールだもんね。そう、ちょっときれいめがどっちかというと好きなのでバランスをとっております。私は、古着が好きでコーディネートにいつも一つ古着を絶対入れてるんですけど、今日このワンピースをレイヤードしてるっていうのがポイントです。それは普通にスカートにしてるの、それともワンピースにしてる？あ、これは普通のワンピースをそのままただ着てます。はい。いい、なんか朝冬に縛られないカラーリングだね。そうです。結構冬でも明るい色が好きで入れてます。もう一つ質問があるんですけど、はい、皆さんに聞いてて、この秋冬絶対着てみたいアイテム。グレーのワントーンみたいな、グレースラックスにグレーのちょっとボリュームあるニットスウェットみたいなのをちょっと合わせたいなっていうのはずっと思ってます。私は、赤いアイテム、赤いニットとか、なんか赤い服がちょっと今まで持ってなかったので着てみたいなと思って。でもアイテムに縛られるんじゃなくて、なんかこう色でしていく感じなんですけど、参考にさせていただこうと思います。ありがとうございます。撮影にどうぞ戻ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。お、真鍋さん目が合いましたね。合っちゃいました。まあ多分お察しの通りだと思うので、はい。諦めがいいですね。ありがとうございます。こっちお願いします。スピック&スパンの真壁さんです。よろしくお願いします。ベーシックなスタイルが私はちょっと目を引いたのでお声掛けしました。やっぱりカジュアル好きですか？カジュアル好きですね。なんかカジュアルだけだと結構私顔立ちが結構男っぽいので、なんか結構メンズにいっちゃうので、どこかしらに女子アイテムを入れて女っぽくあげるようにはしてます。自分中和術がある。あ、そうそう。この秋冬絶対試してみたいアイテムあります？アイテムはビスチェが結構好き。今季ビスチェ系とかやっぱちょっと女っぽい感じが戻ってきてるなーって他見てても思うので、ビスチェを例えばシャツとレイヤードするのか、シャツの中にビスチェ着てそのビスチェ見せるみたいな感じなのか、これから寒くなってくるのでやっぱレイヤードするけど女っぽくあげたいっていう時になんかビスチェを絡めたスタイリングがしたいなって思ってます。いいよね、なんか今年さデザインも豊富じゃない？あ、そうです。いや本当に今年がなんか一番今ニットも出てるし、ちょっとキュッとした感じのも出てるので選び放題というか、今まであんまりなかったんでどれ買おうかなってなってます。いいですね、はい、楽しいのが見つかるように、はい、私も見張ってますすいません、お仕事中ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いってらっしゃい。休憩時間になったんですけど、ちょっと休むのももったいないので、今日我らが YouTube チーム丸山さんにも出るつもりはなかったんでしょうけど。そうですね。そうですね。もう素敵なオールブラックなので。ありがとうございます。ぜひご紹介ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。基本ブラックばっか着てますね。モノトーンが多いです。ちなみに今日はワンポイントは。ワンポイントですか。私この AP スタジオで買ったワンピース、春とかに買ったんですけど、がお気に入りなので、もうこれを着てこようっていう。でちゃんと撮影バッグがね、撮影バッグがちゃんといろんな荷物が入れられるようなちっちゃいバッグですよね。さすがです。秋冬着たいアイテムなんて教えてもらえました？そうですね。なんか今年って暖冬って言われてると思うので、長いスパンでなんかジャケット着れるかなって思ってて、その中でなんかジャケットコート的なのをちょっと狙おうかなって今思ってます。暖冬をポジティブに捉えてらっしゃる。あ、そうです。ちょっと真冬でも着れなさそうなアイテムが着れるかなっていうところ。ジャケットね、意外とさ寿命は短いのよ。そうなんですよね。でなんかコートと合わせるの難しいじゃないですか。なんでもコートになってるジャケットみたいなのもちょっと狙おうかな。おー、じゃあそれ着てきた時はまたこうやってドッキリで出てもらおうかなと思いますのでわかりました。いつも気を引き締めてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、お疲れ様です。松田さん今どっか出かけるところだよね。はい、ちょっと一緒にだけ時間あったりする？はい、大丈夫です。ちょっと頑張っていただいてるね。それではプラージュプレス、長谷川さんです。はい、お願いします。もうね、すっかり肌寒くなってきて、バッチリニット着てますね。ニット1枚で楽しめる季節になってきたので、1枚で着てきました。でもね、ちょっと思ったんだけど、ショーパンとは言いながらの、ちょっとやっぱりプラージュっぽいちゃんとセンタープレスが着てるやつ、きちんと感はちゃんとしてますね。はい、ショートパンツですね。さすがプレスは違いますね。ありがとうございます。今日はやっぱり意識してなんか着てきてます？今日は雨が朝降っててやっぱ寒かったので、雨も対応しているブーツ、私物のブーツなんですけどを主軸に合わせて、でもちょっと肌寒いのでちょっとこうニット1枚でって感じで合わせてます。一気に来たよね。すごい寒かったのでびっくりしました。この秋冬絶対着てみたいアイテムってありますか？ベストアイテムはマストで欲しいなと思います。あ、プラージュね、プレステの時になんかムートンみたいなやつ見たかも。ムートンのリバーシブルのベストとか、去年から引き続き人気なものもあるんですけど、バリエーションが今年多いかなと思うので、レイヤードも楽しんでいただけますし、秋冬一番最初にニットよりもベストの方が着やすかったりするので、1個あると便利かなと思います。確かにね、プレスのインスタとかいろいろチェックするようにします。そうですね。教えてもらえるってことですね。はい、インスタをチェックお願いします。わかりました。ありがとうございます。じゃあお仕事頑張ってください。ありがとうございます。お、あれ、ゆうたろうさんだな、これ。おはようございます。ゆうたろうさん、ちょっとお時間あります。はい。ちょっと出社服取らせていただきたくて。あ、出社服系、かしこました。こうやって前のめりですね。ありがとうございます。ちょっとこちらに。はい。え、こっち。エレビスバイヤー、りんたろうさんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この秋冬絶対着たいアイテムありますか？ちょうど今日僕着てるんですけど、ジャケットがもう今年は本当気分で、今まで触れてなかったファッションの領域みたいなところを今自分なりに吸収してるんですけど、まあ、ジャケットとかスーツっていうのはちょっと個人的に普段着でなんか取り入れていきたいなっていうところは思っています。ちょっと前にやった秋冬のプレステンはジャケットめちゃめちゃ重かったです。この時は本当にめちゃくちゃジャケットとか、あとはブーツとかっていうところも結構してるスタイルなので、そこは気分とも合ってるかなっていう。おー、いいですね。じゃあちょっと今チャレンジ枠ってことなんですね。そうですね。ヘッドフォンもチャレンジですか、それ？これは普通に毎朝使ってるんで、首にかけるタイプではない。いや、首がちょっと太いのと短くて息できないんですよ。なんで頭に、はい、勉強になりました。じゃあ私も今度からそれやります。はい、はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。頑張ってください。はい、どうも。あ、いいですね。レンズが立ちましたね。サンタさん。お、お疲れ様です。今日来たとこです。はい。出社服をやってますね。このままこっちにちょっと寄ってもらっていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお願いします。それでは、アンフォローとフォローですね、メンズのブランドをたくさんやってるイメージのカンタさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平沢です。秋冬のメンズの自分の注目ポイントを教えてください。はい、強いて言うのはワントーンがすごいしっくりきていて、トレンドというか、まあ、気分自体も結構個々で分かれてるなっていうイメージもあって、まあ、自分自身も毎日気分変わったりするんですけど、結果ワントーンにするとすごいなんか気分よくまとまって、なんか毎日過ごせるなみたいな思うので、自分的にはワントーンがすごいいいなと思ってます。色合いはシックだけど、足元ちゃんとね、ビルケンでちょっとカジュアルにしてたりとかね。そうですね、ちょっと雨予報だったので、本当はまた違う靴でも履いてこようかなとか思ってたんですけど、まあ、なんか急遽雨だったので、まあ、でも雨でもビルケンガシガシ履くですごい気に入ってます。秋冬絶対着たいアイテムってあります？毎年そうなんですけど、まあ、コートは絶対着たいなと思ってて、男性だとやっぱコート着ない方も多くいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、自分はすごい長い丈のコートを一番最後に上に着るみたいなのは、まあ、今年も引き続き絶対やりたいなっていう。今年のコートってもう目つけてます？そうですね、まあ、自分で作ったコートになっちゃうんですけど、もう買おうみたいな話にはなっていて、まあ、ちょっと早く気温下がってほしいなみたいなところはありますね。いいですね、アパレル醍醐味ですね。自分の作ったもの着れちゃうもんね。そうですね、もう先輩方に自作自演みたいな感じでよく突っ込まれてるので、頑張りたいなっていうか、はい、あそこはぜひ頑張ってほしいです。で、頑張っていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。すいません、すいません、やめたあれ、なんかちょっと目が痛そうだけど、ちょっと今出社してもらったり。あ、はい、お、いいですね、ありがとうございますすいません、お付き合いください。あ、わかりました。していただいたのがレディースのブランドですね。いっぱいいろんなブランド見てくれてるんですけど、ビジュアルを主に担当している山崎さんですね。ごめんね、目が辛そうなところ申し訳ないなとは思いつつ、山崎さん、画面上で伝わるかわからないんですが、ものすごい背が高いんですよ。その背の高い人のコーディネートどうしても見たかった。バッチリ会えてよかったです。ちょっと早いですね、もうフーディーを着てる。そうですね、今日は午前中出張で静岡に行ってたので、少し動きやすい格好と、ちょっと雨もあったので、ちょっとナイロンを着させていただいて、傘を持たずっていうところで、傘を持たず、はい、おお、さすがです。動けるようにしてます。さすが軽快なスタイルで、皆さんに聞いてるんですけど、この秋冬着てみたいアイテムってありますか？ニットとかが得意じゃないので、できればアウターでウールっぽい表情があるアウターを着てみたいなと今年は思ってました。おお、あ、じゃあまだこれから探す感じですね。はい、もう買ってます。もう買ってるんだね。でも着るのを待ってるやつですね。待ってます。じゃちょっと着るのも私も楽しみにしてるので、すいません、じゃあ忙しいところ。ありがとうございます。早く目治ってください。今日の動画いかがでしたでしょうか。ジャケットが気になるよっていう人と、アイテムじゃなくってカラーリングが気になるとか小物が気になるよっていう方、いろいろいたと思うんですけど、皆さんもちょっと秋冬物を今から探してみて、気になるものあったらぜひチャレンジしてください。今後も皆さんに楽しんでいただけるような動画配信できるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。